パブロ・アイマールは、アルゼンチン・コルドバ州リオク・アルト出身の、元サッカー選手、現サッカー指導者。現役時代のポジションはミッドフィールダー。元アルゼンチン代表。現在は、アルゼンチン U-17 代表監督。1979年11月3日、コルドバ州にあるリオク・アルトという町に生まれた。父親のロベルト・アイマールは、エル・パイオの愛称で、 ゴーーーーニューウェルズールーズズオドボイででの選選手手経験もああるる元サッカー選手であるパブロはエルパイアソと呼ばれることがあるが、これはホベルトという男性名の愛称にちなんだエルペイトが原型にあり、彼の華麗なプレーに驚いたメディアが名付けたものである。また、ミドルネームはセサールであるが、これはアルゼンチンで開催された 1978FIFA ワールドカップで、 アルゼンチン代表に初優勝をもたらした、セサール・ルイス・メノッティ監督に敬意を表して付けられた、ものである。家族は他に、姉と弟がおり、弟のアンドレス・アイ・マールもサッカー選手であるが、パブロとは違い直毛である。小学校に入学するのと同じ時期に、地元の AA、エストゥディアンテスに入団。14歳となる1993年に、名門 CA、 リーベルプレートのスカウトの目に留まり、トライアウトを受けて合格した。しかし、父ロベルトはプロで成功しなかった、自身の経験を鑑みて、この話を断った。中流階級育ちのパブロは、薬学の勉強にも熱を入れ、将来は医学系の職に就くという目標も持っていたためである。しかし、CA リーベルプレートの下部組織で、 長年コーチを務めるホルヘ・ブスティが電話で説得を続け、結局入団が決まった。17歳のカテゴリーに昇進した1995年にプロ契約し、1996年8月11日、CA コロン戦でプリメーラディビシオンデビューを果たした。1997から98シーズンにはレギュラーに定着し、同シーズンのリーグ優勝に貢献。 対談までに5つのタイトルを獲得した。1998年に加入したハビエル・サビオラとは、ピッチの内外で良好な関係を築き、対談までに合計87試合22ゴールの成績を残した。2001年1月、移籍金2400万ユーロで、バレンシアに移籍した。バレンシアでつけた背番号21番は、FC バルセロナで、ルイス・エンリケがつけていた背番号に由来した。 第23節のラスパルマス戦でリーガ初ゴールを決めた。また UEFA チャンピオンズリーグで2年連続の決勝進出を果たし、バイエル・ミューンヘンに PK 戦で敗れたものの、クラブ史に残る成績を挙げた。2001年夏に就任したラファエル・ベニテス監督は、トップ下を置かない守備的な戦術を取ったため、出場機会を減らしたが、2001から0に、 シーズン後半に差し掛かったところで、フォワードの後ろでプレーさせてほしいと直訴して、ポジションを得ると33試合に出場して4得点を記録し、31シーズンぶりのリーグ優勝に貢献した。2002から03シーズン、第7節のアスレティックビルバオ戦では、ハットトリックを決めた。2003から04シーズンには、国内リーグと、 UEFA カップの2巻に貢献するなど、中心選手として活躍した。2004年夏のプレシーズンには、バレンシアの一員として来日し、新潟県で J リーグのアルビレックス新潟と親善試合を行った。この際、同県を中心に被災者を出した水害や、中越地震に心を痛め、義援金100万円を出している。この試合は他らにで新潟が勝利しているが、 アイマール自身は負傷のため試合には出場していない。2004年夏に、クラウディオ・ラニエリ監督が就任すると、本来のポジション以外で起用されたり、先発メンバーを外れることが多くなった。しかし2005年2月に、成績不振からラニエリが退任し、アントニオ・ロペス監督が就任した後は、チームの中心に据えられて再び輝きを取り戻した。2005から06シーズンは、 負傷に悩まされ、さらにキケ・サンチェス・フローレス監督の起用法の影響もあって本来のプレーを発揮するに至らなかった。2006年4月12日、ひどいウイルス性の髄膜炎と診断されて入院したがすぐに回復してチームに戻った。バレンシア在籍中にはたびたび負傷に悩まされた。2006年7月、遺跡金1200万ユーロで レアル・サラゴサと4年契約を結んだ。攻撃的なスタイルを進歩するビクトル・フェルナンデス監督のもと、2006から07シーズンはアンドレス・ダレス・サンドロラと共にリーグに旋風を巻き起こし、2007年2月には EFE 通信トロフィーを受賞した。2007から08シーズンはバレンシア CF 時代もチームメイトであった。 ロベルト・アジャラと共にチームを引っ張ったが、リーグ戦22試合に出場して、無得点に終わり、チームもセグンダ・ディビシオン降格となった。ベンフィカ時代 SL、ベンフィカのテクニカルディレクターを務めていた、マヌエル・ルイ・コスタの熱心な勧誘により、2008年7月17日、移籍金650万ユーロの4年契約で、SL ベンフィカに移籍した。 2008から09シーズンの前半戦は旅重なる、負傷に悩まされ、22試合出場1得点と、期待外れに終わった。2009から10シーズンは体調を良好に保ち、CA リーベルプレート時代のチームメイトである、新加入のハビエル・サビオラと素晴らしい関係を築いた。25試合に出場して4得点11アシストと、大活躍し、5シーズンぶりに、 リーグ優勝を果たした。2013年6月、ベンフィカからの対談を表明。2013年9月、2014シーズンから、マレーシアスーパーリーグのジョホールダルルタクジム FC に加入することが発表された。しかし、怪我のため8試合しか出場できず、2014年4月22日に解雇された。2015年1月5日、2014年4月に、 ジョホール FC を退団後は無所属になっていたが14年ぶりに CA リーベルプレートに復帰することが発表された5月31日のロサリオセントラルとの対戦に途中出場したが右かかとの痛みに悩まされコパリベルタドーレス準決勝の招集リストからも外されたのを機に7月15日引退を発表世代別アルゼンチン代表の常連であり 1995年には、エクアドルで開催されたフィファ、FIFAU-17 世界選手権で3位となった。1997年にはファン、フアンロマン・リケルメやエステバン・カンビアス・ソなどがいた、U、U-21 アルゼンチン代表として、南米ユース選手権で優勝し、さらに FIFA フフワールドユース選手権でも優勝した。同大会のメンバーには、アイマールの他に、 後の A 代表の主力となるワルテル・サムエルやカンビアッソ、ディケルメといったメンツが顔を揃えていた。1999年6月9日、メキシコ戦でアルゼンチン A 代表にデビューし、2000年8月16日、2002フィファワールドカップ南米予選のパラグアイ戦で代表初得点を決めた。2002年には日韓で共催されたワールドカップには、 ベロンの控えという形で3試合に出場。イングランド戦では、フアンセバスティアン・ベロンとの交代で途中出場した。続く、スウェーデン戦では先発起用されたが、アルゼンチン代表は、グループリーグで敗退した。2005年には、コンフェデレーションズカップに出場し、ブラジルと対戦した決勝で敗れたが、この試合で、チーム唯一となる得点を決めた。 2006FIFA ワールドカップ南米予選ではチリ戦、ベネズエラ戦、ボリビア戦の3試合で得点して本大会出場に貢献。2006年にドイツで開催されたワールドカップの出場メンバーにも選ばれ3試合に出場したがわずかな出場時間に終わり準々決勝でドイツでは出場機会はなくチームも敗れた。2007年には コパアメリカに出場し、グループリーグのアメリカ戦では、約2年ぶりに代表でのゴールを決めた。決勝では、ブラジルと対戦し、0から3で完敗した。この大会以降は、代表から遠ざかった。2009年10月、2010フィーファワールドカップ、南米予選の最後の2試合のために、約2年ぶりに代表に招集された。それまで、ディエゴ・マラドーナ監督は、 典型的な10番タイプの選手を起用せずにいたが、10月10日のペリュー戦では、トップ下として、先発出場し、にアシストを決めた。後半開始早々には代表デビュー戦となったコンサロ、イグアインの先制点をアシストし、同点で迎えた後半ロスタイムには、マルティン・パレルモの劇的な勝ち越し弾を導いた。現役引退後の2017年2月には、弟、 アンドレスとの共演を熱望していたことから、フルス AA ステゥディアンテスでの現役復帰も報じられたが、同年6月にはアルゼンチン U-17 代表監督に就任することが発表され、指導者の道を歩むこととなった。同年11月に行われた U-15 南米選手権にて兼業で、ディエゴプラセンで率いる U-15 代表の アシスタントコーチに一時的に就任。2018年1月には、かねてからの噂通り、弟との共演のために AA Studiantis de Coppa、アルヘンティナに一試合限定で、現役復帰も果たした。同年3月からは、A 代表のコーチも、兼務、8月に、リオネルスカローニが A 代表監督に就任すると、アイマールは、アシスタントコーチに抜擢されている。 国際 A マッチ52試合8得点。ありがとうございます。